アラン・グース・アラン・ハーベー・グースは、アメリカ合衆国の宇宙物理学者、インフレーション理論の第一人者ニュージャージー州、ニューブランズウィック生まれ。マサチューセッツ工科大学で、物理学の学位を得た後、プリンストン大学、コロンビア大学、コーネル大学、スタンフォード線形加速器センターで研究し1980年、マサチューセッツ工科大学に戻った。コーネル大学時代に、 インフレーション理論の着想を得て、1981年インフレーション理論を発表した。宇宙のインフレーション理論を最初に提案したことで知られる。なお、この理論の最初の論文投稿者は佐藤勝彦であるが、グースは1980年1月に佐藤と同様のインフレーションモデルをスタンフォード大学のセミナーで発表している。また、 アレクセイ・スタロビンスキーも1979年に同様のモデルについてのアイデアを示し、1980年に論文を発表している。インフレーションという言葉を最初に用いたのはグースである。K 砂糖、ファースト、オーダーフェーズ・トランジション・オブ、エーバキュームザ・エクスパンション・オブ・ザ・ユニバース、マンスリー・ノーティ a ス・オブ・ロイヤル・アストロノミカル・ソサ e ティ、195 467ABA1 グート、ザ・インフラ・シャネリー・ユニバース、A ポッシブル・ソリューション・ツー・ザ・ホライゾン・アンド・フラッテネス、プロブレムズ、サイズ、レブ、D23、347SLAC ゼミナール、10から35セカンズアフター・ザ・ビッグ・バン、23RD ・ジャニュアリー、1980C グート、ピコグラム186ストラビンスキー、AA、 スペクトラムオブレディクトグラビテーショナルラディエーションザーリーステートオブザユニバースゼットプレット30 682ピーズマ ZH エクスプティアフィス30 719ストラビンスキーアレクセー A、A エーニュータイプオブアイセトラーピックコスマロジェクルモデルズウィズアウトシンギュラリティサイズレッド B91 9902 ありがとうございます。